大井競馬、9レースオーガスト賞1400です能力偏差値ですが B ランク2等 C ランク1等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は 青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠10番、スターシューターです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前、4層前に黄色線を上回っています。特に3層前は、 黄色線を20上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬のピンク色は一歩リードした存在であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっている。3。走前はピンク色の着順が1着で。 紫の丸が1400昨年の9月はピンク色の着順が1着で1200 1400は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートでレース展開予想を解説します一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが3頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3走前は4番手からの競馬です。昨年の9月は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は54で4位です。上がり指数は33で6位です。 平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。ヨ馬ババでは、指数を落としています。明日も、両馬場ババなら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。2枠2番、ブラックストームです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1200、4層前は、紫の丸が1400、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている1層前は花を切っての競馬です。4層前は4番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は71でトップです。上がり指数は35で4位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は、 馬体重が増加すると指数を上げています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠8番、ロイヤルペガサスです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、3層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、 連帯資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら、今回は指数を下げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1400 5層前は、紫の丸が1400 1400は適距離です展開面を見ていきます 指数がピークとなっている1層前は2番手からの競馬です。5走前は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は67で2位です。上がり指数は34で5位です。まずまずの先行力で、先行できそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。 ババが渋ると指数を上げています。明日もババが渋ればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠3番モズダッシュスターです。能力偏差値は4位で偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では前層4層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で 連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は52で6位です。上がり指数は55でトップです。高い上がり指数で。 鋭い差し足が見られそうです。展開面はプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地多いでの出走です。過去1年。 地方での出走がありません。地方適性は不明です。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。4枠4番、スピーディクールです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が14004層前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は後ろから4層前は6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は39で9位です 上がり指数は32で7位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。 本命20丸を打ったのは、番、ブラックストームです。能力偏差値は2位の B ランクです。展開と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは10番スターシューターです。能力偏差値はトップの B ランクです。枠順にリスクはありますが距離を高評価しました。馬券ですが丸を打った10番スターシューターと20丸を打った。 2番ブラックストームを軸に相手は黒三角を打った8番ロイヤルペガサスと白三角を打った3番モズダッシュスター3着はその他印から選んでください。